せっかく頑張ってやったのに自分よりもなんかもっといい感じに作られて、でなんかこうそれがバズってたりとか、この野郎って思ったな。連絡入れたろうかな。本当に。生まれはロシア、在住関西、舞台は東京、イロシキーズです。まあなんか緊急事態宣言ということでね、最近はずっと私の家でね動画を撮ってるんやけども、はい、まあなんかこの家で撮ると照明が暗いということで、みんななんか私のね掘りが深いことによってね、クマがすごいとかなんかどうのこうのっていうコメントをたくさんいただくようになりましたので、光を買いました。ちょっとね、やっぱり影ができるとね、そうどうしても暗い部分も出てくるから、ね、これが本当の姿よ、うん、いや姿じゃなくてこれでも光でね絶対影できるからね。でこれが仮の姿、光で、いや仮の姿じゃないから、なんか影ができないような感じになってるってことだよね。どうしたの、何を見てんの。まあいいわ。まあ何を今日はやるかというとね、あれちゃんさ、最近アシアの動画見た？ロシア人 YouTuber のさ、うん、見た見た、パクリをされてますみたいな動画があったやんか。いろんなロシア人 YouTuber が増えてきて、でまあなんかその一つの動画を出すと、まあ早バズったりとかすると、それを真似してみんな1週間後ぐらいに出すっていうのはいかがなものかという動画やったわけよね、うん、で私たちもまあパクられてるかパクられてへんかで言うと、パクられてるのはあるよな。でも明らかに見てなんか胸だったりだとかそういうのが、そう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 、一番パクられてんなと思ったのって、ロシア人と付き合うなみたいな動画で、ロシア女と付き合うなってやつね、うん、あれまんまサムネとかまんまそのまま出す方もすごいいっぱいおった、うん、いた。どうあれちゃん、それ見てさ、パクられてたやんか、なんか、まあ、パクられてたって言い方をするのもあれなんやけど、どう。いやうちはめっちゃ嬉しかったのね。確かになんかこう認められた感あるよ。真似していただけるんだみたいな。そうなんか、あ私たちの考えたネタは結構良かったんよ。だからそう、それをすごい思って、なんかそのパクられるということに対してまあそんなに俺は嫌じゃないのよ。まあアルちゃんも多分そうじゃないかな。まあもちろん多分そのパクられて そのそっちの方がバズってたりするとチキシャーってなったりするけど、それでも、まあ、別にパクりやがったこの野郎ってもうなんかふざけんじゃねえよ、なんか消せよみたいな感じは思わないかな。せっかく頑張ってやったのに自分よりもなんかもっといい感じに作られて、うん、でなんかこうそれがバズってたりとか、たまたまやっぱあれおすすめに出るか出ないかで YouTube の再生数って変わるからさ、うん、たまたまこっちはそんなにおすすめに出んかったけど向こうがめっちゃ出て、向こうがバーってなって向こうが先にやったみたいなぐらいの空気感とかになってくると、ちょっとイラッとするっていうのはあるんかもわからへんなとは思ったね、うんうん、それを見て。まあ、ただ俺にしてはよくないって思うねん。なんでかっていうとさ、まあ、パクられたりとかするとさ関連動画でさ出るやんか。で自分らのさ動画がさある程度もう再生がもうバーってされて、でされ終わった後でぐらいに止まってる状態、そう、そういう真似動画が出ると、その真似動画を初めて見た人たちが関連で私たちのが出てきて、それをクリックして再生されるやん。で再生されるとはどういうこと。え、お金が増える。そういうことなの。なので結局はなんか相乗効果じゃないけど、俺はパクってもらったことによってよりバズったというか、より再生された動画っていうのはあるなと思うわけよ。まあ俺はパクってくださいって感じやね。全然わかるんだよ、その嫌な気持ちだったりだとかっていうの、まあ自分もあったりするって今さっき言ったけど、うん、でも自分が考えたのに相手儲かってんじゃんっていう風に見えちゃう、そのなんか嫌だって。お金をが考えるとちょっと自分のアイデアやのにってなるってことか。ってなるのかなって思ったんだよね。で唯一ムカついたことがあるのは、どの動画かは言わへんで、ただ私たちが撮影をしてる時にインスタグラムのストーリーにこういう動画撮ってんねんって あれはもうあれはアップしごめんて、でそれを見たのか見てないのか分からへんけど、私たちがアップする直前に似たような動画をアップされたというか、その内容は書いてないけど、そうそうそう、あの時はムカついたな、うん、そしたらこの野郎って思ったな、あの時は。それはちょっといや違うやん、うん、みたいな。これはもう
これはガチなパクリやんか、で作った後ならいいねん、そのなんかブランドもそうやんか、そう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 、結局なんかそのザラとかそういうのもなんか有名なブランドのものを見てこうなんていうの、うん、同じような作ろうとかさ、もうちょっといいの作ろうってなるけど、あれはガチで連絡入れたろうかな、それは本当に、いやいやいや、ちょっとあんたそれはあかんやろって、いや、まあただそうやってのんきにアップしてる私たちが悪かったなと、まあ、それをそう後でまあ反省したんやけど、まあこうアップしてはいけなかったんだなって、だからなんか最近はね現場、うん、そのなんかちょっと違った現場とかなるとアップしない方がいいのかな、うん、とはいえそういうものだったとしても、俺的にはよ、パクられたとしても全然どうぞパクってやってみてくださいって感じになるの、私たちより面白くできるもんならねできひんやろっていう感じでおるん、まあ意外とねちょっと自信持ってんねん、そこはこっちだって結構その考えたりするからね、それを取り上げることによってちゃんとオチをつけるだの、うん、そのなんか内容をこれにしなければならないっていうのはなんかしっかり考えてたりするから、意外とね、え、そうなん、俺何も考え、嘘つけ、嘘つけ、嘘つけ、その場でパーって喋ってる、嘘つけ、ちょっとカッコつけるんじゃないよめちゃめちゃ考えてんじゃん、その場でパーっとこれこうしましょう、こういう風にしましょうってやってるからね、そうね、ちょっとストップ、今のは言ったらあかんみたいな言ってもう一回ここやり直しやみたいになったりはするよ、そうっていうのもやってるし、なんか結構そこは考えてるよね、細かいとこまでね、例えばここの部分をこういう風に、ね、うん、返すとかっていうのもあったりするから、うん、なんで私たちが言いたいのは、どうぞお好きにパクってくださいと、逆にこっちの方が結局お金になるやん、例えば1万円売り上げがありました、でパクられたことによって1万1000円売り上げがあります、パクった方も8000円儲けてますってなった時に、こっちが8000円も私の代わりで儲け上がってってなるよりも、あ、パクってくれたことによってこっち1000円得したって考え方になるから、あんまみんなな、なんかすごいロシア人 YouTuber が溢れて同じような動画をな、パンポンポンポンアップされてるって、まあそれをね、まあ、視聴者側はちょっともうしんどいね、同じ動画ばっかなんか流れてきてって、うん、ただ配信する側がそうガリガリすることないんちゃうって、ガリガリすんなと、そう、まあ、自分が思ったのはやっぱりさ、なんか目についてるからそういう風に思うわけでしょ、だから朝からいくらでも多分もう知らんやつのロシア人のやつばっか見てるから、そんな、うん、他の外国人のやつとか見たら全然あるし、なんならもう昔からも10年前からありますよこのネタっていうのも絶対あんねん、だからそのパクったって言えなくない、わかんない、何がパクるかどうかわからない、で、いいねそれで、テレビも同じことばっかやったら、ずっとあのくっそしょうもない食べ物食ってみんな美味しいって言ってるやん、ドッキリやって、そうや、何々ドッキリくだらないけど、まあ、見ちゃうわけですよそれ で見てるんだったらそれを見て、なんか人笑いでも人笑いでもそれパクリだったとしても、それで見てるという人がいるんだったら幸せやん、素敵やん、まあ、パクってる人にちょっと新助風に言ってみた、島田新助、なんかそのやってる人によってまたなんか見たくなるような動画っていっぱいあると思うね、同じ内容でも結局この人がやってるから面白いとか、うん、また新しい違う人がやったからそれもまた面白いっていうのもあるから、俺5時に夢中に出てるやんか、俺5時に夢中に出てる、出始めの頃テレビとか出始めの頃一回言ったことをもう同じ番組で2回言ってはいけないなというルールを自分の中に勝手に課してて、うん、もう毎回全ての番組に出た後で家に帰ってエクセルにこの番組でこのトークをしました、この番組でこのトークをしましたっていうのを全部メモってたね、うんうん、ただそれやっぱりすっごい行き詰まって、なんかもうあ何も言えへんっていう状態になった時に、あの5時に夢中の MC の深川亮さんに、それはやめなって、なんか同じことを言っても何回言っても同じ番組で本当に何回言っても全然みんな覚えてないし、覚えてたとしてももう一回笑えるし、毎回ちょっとずつニュアンスが変わってそれが面白かったりもするから、そこを気にせんとパッと出てきたことをやれっていう風に言われて、それですごい心がすごい楽になって、俺そのエクセルのファイル全部消して、でまあ結局なんか1回言ったことと2回言ったことでなんか真逆のことを言って矛盾しているっていう風に叩かれるようになったわけなんだけども、お前前こういうこと言っただろうっつって、まあでもそれもええねん、それも人や、人って成長するっていうことは変わっていくしね、そう考えてるのは、そう変わる、変わるということは人が成長してる証拠だから、もしも前々言ったことと違って矛盾してるやんって言われても、俺はそうですよ成長って言うの
いやでもそうじゃん、結局はね、うん、今日はこれが好きだったけど、なんか、うん、ね、もう何ヶ月か後にはいやこんなんも全然好きじゃないし、うん、もう全然自分のタイプじゃないみたいなっていうのもあるから、だからまあ同じような動画を何人が誰が何個作ろうがね、俺は別にまあいいと思うし、あとパクってる動画を何個も見るけど、いやうちにはかなわんなって言って見てるからなるほどね、イライラせんかもね、うん、まあ、でもどうなんだろう、結局はさ、なんかそういう風に言ってる本人が実はなんか本人もパクってたりもする場合があるっていうか、あんたなんかさ脳みその中でなんかもう考えがまとまってない時肩触る癖あるよね、今考えまとまってないな、そういや、ま、まとまってるまとまってる、今言いたかったのはちょっと怪しいよな、早かったね今、いやな、肩触る癖あるねん、そういう知ってんのよそれ、ごめん、結局この世界ってみんなお互い様のパクり合いのなんか世界やんか、うん、自分もパクってるです、パクってるです、何パクった、自分もいろんな、なんかそのネットで漁ったりとか、いろんなテレビ見たりとか、いろんな人の YouTube を見てネタを組み合わせたりして、なんか新しいネタを出したりだとか、うん、だからその言えない、パクるなとかそういうことするなっていうの、そもそも人間の思考ってパクリだと思うの、俺は、俺がさよく何かこう言って、あ、ブラスさん素晴らしいこと言いましたみたいなコメントいただくんやけど、よくよく考えたらそれって俺が何かの本で読んで誰かの考えじゃん、その本書いてる人の、うんうん、でそれでいいなと思ってなんか知らんけど記憶に眠ってて、でそれは誰の言葉かも覚えてないけど俺の心には響いてて、それをまたふとした時に言う、その本を俺が読んでなかったらもしかしたらそういう言葉は出てこんかった可能性があんねん、うん、だからそれが先祖代々の知恵ってものなんじゃないの、誰かの思考を借りて、あ、これに共感する、これには共感しないっていうのを振り分けてそれで話してるから、そもそも生きるっていうことは何かをパクってると思う俺はね、もういいのパクっていいの、ある程度なんかその商標権に引っかかる、著作権に引っかかるとかっていう、芸術は違うよもちろん、音楽とかそういうのは、ただなんかその言葉だったりとか話し話題とかっていうのは俺はいいと思います。自分の動画に自信を持ってたら大丈夫よ。そうカリカリおっしゃらないでください。センプリでーす。やめろよ。やめろっつーの。いや俺だからアシアちゃんもっと自信持っていいと思うの。なんかそんなに別に。怒んなくていいじゃん。多分アシアちゃんからするとそのもうね8年9年も前からずっとコツコツやってきたと、ね、自分はすごい苦労してここまで来たのに、なんであの人はなんか5ヶ月ぐらいで ねそんななんか自分じゃないネタをやって、そのなんかもうなんか儲かるのがちょっと分かんないやってなるのも分かるけど、うん、人生そんなもんよ。でもやっぱり自分がコツ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 して作ってきたものっていうのはあっさり誰かが抜かしてくる、取られること、こうやってね人生ってもうね、でもその人は一人しかないわけだから、ブラスも世界に一人しかいないわけだし、あなたみたいな人は世界に一人だけのブラスやで、ヒートだから一人一人にしかできないことをやり続ければきっとあのなんていうの、報われるっていうか、まあそれはもう宗教だ、報われないこともある報われるとは限らないけど、そういうのが人生だからそれに抗っていける、終わりそうなんじゃない、あ、以上です、電気がくれますのでバイバーイ、ありがとう終わり方雑よ、アルフォート食べよう。